緑の券売機。緑の券売機は、西日本旅客鉄道 JR 西日本が導入している指定席特急券類が発見可能な自動券売機の愛称である。JR 各社にある緑の窓口と同じ緑色を基調としたデザインである。導入当初からしばらく愛称がなかったが、2001年、平成13年10月頃にこの愛称がついた。なお、 本校では2010年、平成22年1月30日より運用を開始した緑の券売機プラスについても述べる。主に JR 西日本管内を運行する特急、急行列車と新幹線、寝台列車は負荷を取り扱うが、設置駅により取り扱い列車は変わる。ただし、路線や駅名などを指定すると、JR 他社の特急、急行列車の予備券、 自由席券も購入することが可能である。指定席では購入客自身で座席表から席を自由に選択することが可能である。これは特急だけでなく指定席が連結されている快速列車などの在来線列も対象となる。東海道新幹線区間を含む列車の座席位置指定は2014年10月1日から可能となった。なお、 東日本旅客鉄道、JR 東日本の同等機種、指定席券売機は、東北、上越、山形、秋田、北陸新幹線についても可能。また、九州旅客鉄道、JR 九州、博多駅と小倉駅に設置の同等機種可能である。以前は、JR 西日本でも福山駅に、東北、上越新幹線系統の購入。 座席位置指定が可能なものが一台あったが、機能回収で一時消滅した。西日本管内全体で時刻検索から購入機能を追加した後は、その機能を使えば購入が可能となっている。また2013年頃から JR 西日本の新幹線停車駅とその周辺駅に設置されているものでは、新幹線特急券の購入画面から東海道、山陽、 九州新幹線から東北、上越、北陸新幹線系統への乗り継ぎの特急券、乗車券の購入が可能となっている。この券売機は、鉄道情報システム、JR システムが開発したもので、メガボルト10型から始まり、その改良型で発売できる、券種を拡充したメガボルト30型、メガボルト30型の一部を改良し、 処理を高速化したメガボルト35型、メガボルト35型を、インクリボン転写印字から日食印刷対応関熱紙を使用した、関連印字に変更したメガボルト 35D 型、さらに改良が加えられ、QR コード読み取り、JR 西日本では2017年開始の E5489 の、コンビニエンスストア、銀行 ATM などでの現金決済サービスの、 受け取りコードとして、使用や、従来の英語に加えて中国語、韓国語の画面表示に対応したメガボルト50型、クレジットカード専用のメガボルト40型、メガボルト40型に、QR コード対応など、メガボルト50型に準じた改良を加えたメガボルト60型の7種類があるが、メガボルト10型については、すでにメガボルト30型以降の機種に置き換えられている。 なお、メガボルト40.60型については、インターネット予約や電話予約の受取専用機として使われることが多く、JR 西日本では緑の受取機の相性を使用している。また、支社によっては別の相性があり、福知山支社では、緑くんと呼ばれている。愛子かエリア内に設置されている駅では、愛子か定期券を購入することが可能である。ただし、通学定期は、 同一年度における継続のみ、夏休み、冬休みは、使用開始日が選べる。また、近距離の乗車券類購入でも領収書の発行が、可能である。クレジットカードは、自社ブランドカードである。J、ウエストカード、JCBMUFG、VisaMUFG、マスターカードや、JR グループ6社共同提携の JR カード、2015年現在、個人用は、 smcc コールベア、アマナカット uc のみ新規発行のほか、jcb 公実のブランドとの重複を含むビザ、公実のブランドとの重複を含むマスターカード、公実のブランドとの重複を含むアメリカニックスプレス、公実のブランドとの重複を含むダイナースクラブインターナショナル ucdc ufu カード、mufg 以上5489サービス化。 CD ナキフカード JR 東海エクスプレスカード5489サービス JCB ビザマスターカード各ブランド付けのみ利用化が利用可能である。しかし一部の法人用クレジットカードは暗証番号が設定されていないためメガボルト10型メガボルト30型メガボルト35型 メガボルト 35D 型、メガボルト50型では乗車券類の発券ができない。ただし、予約分の乗車券の受け取りは可能。他の鉄道事業者の指定席券が購入可能な券売機については自動券売機指定席券売機を参照。旅行センターですが、ティスが JR 西日本直営だった時代には、新大阪駅構内のティス新大阪支店にも、 メガボルト10型が設置されていた。日本旅行に譲渡された後も、しばらくの間唯一旅行会社管理のメガボルト端末として損したが、JR 西日本直営時代と異なり、クレジットカードが使用できなくなり、2010年頃に撤去された。2010年1月29日限りで、須磨駅と港南山定駅の緑の窓口が廃止され、それに代替するものとして、 翌30日より従来からあった緑の券売機に小型カメラとオペレーターとの通話機能を追加し緑の券売機プラスの運用を開始した。この券売機は鉄道情報システムがアシストマルスとして開発したもので JR 東日本がかつて導入していたもしもし券売機カエルくんと同様にオペレーターによる対応が可能となったこと検索にかからない 複雑な経路の乗車券や学割乗車券など緑の券売機では取り扱えなかった乗車券の購入、通学定期券の新規購入と年度またぎの継続購入、各種乗車券の払い戻しなどが可能となっている。払い戻し時のキップルや証明書の提示はカメラ読み取り部に乗車券や証明書などを置き、オペレーターとの対話によって処理を行う。ただ、 レールレンタカーなど一部の特特、切符、イベント券や、団体乗車券などは、緑の券売機と同様に取り扱いはできない。また、一応家券の部分払い戻し、特急券と乗車券が一枚で発行された切符の、乗車券のみを払い戻すなど、のような特殊な場合も取り扱いができないことがあり、この場合はオペレーターが、近隣の窓口設置駅までの無料乗車票乗車時は、 友人改札利用を発見して利用者が乗車票で指定された駅で処理や発行を依頼することになる。もしもし券売機帰るくんでは全ての操作においてオペレーターとのやり取りが必要であったが緑の券売機プラスではオペレーターを通さずに従来のタッチパネルのみで乗車券類の入りも可能でこれがもしもし券売機帰るくんと大きく違う点である。 従来の緑の券売機の機能で買えない、券修、新台券や周辺無人駅相互間の普通回数券などは、画面右下の呼び出し、当初は、切符の購入に関するお問い合わせを押して、オペレーターを呼び出して購入するので、この点からも名前の通り、プラスの機能と言える。2012年、平成24年3月31日には、のとがわ駅、 滋賀県東大見市、4月15日には、津久野駅、大阪府堺市西区でも緑の窓口が廃止され、それぞれ翌日の4月1日、4月16日より、緑の券売機プラスに移行した。その後もこれを導入する駅は増えており、張馬勝原駅、兵庫県姫路市、高平駅、大阪府菓子原市、モズ駅、大阪府堺市堺区、富木駅、大阪府高市市、 比叡山坂本駅、滋賀県大津市などの中小規模の駅だけでなく、京都駅地下東口、京橋駅西口など大規模駅の一部の窓口においても緑窓口を代替する形で、緑の県外駅プラスに移行している。また、三国川駅、大阪府堺市堺区のように、もともと緑の窓口のない駅に新規に設置された例もある。 2016年3月26日に新規開業したマヤ駅、兵庫県神戸市名田区や東姫路駅、兵庫県姫路市、2018年3月17日に新規開業した JR 総持寺駅、大阪府茨城市は開業時より緑の窓口を整備せず、この券売機で対応している。導入時期によりメガボルト三十型、メガボルト十五型、 メガボルト 35D 型、メガボルト50型の4種があり、メガボルト 35D 型の途中から、操作パネル右にモニターと受話器が付いた機種が、メガボルト50型の途中から、本体のタッチパネル左側に受け機を、操作パネル上部にマイクを内蔵し、上部液晶ディスプレイの商品名が、オペレーターのモニター表示に切り替わる機種も登場し、より購入しやすいものとなっている。 設置駅では、直営、業務委託を問わず改札、生産などの係員が引き続き配置される例が多いが、2018年3月25日に設置された、庭瀬駅、岡山県岡山市北区は、常駐する係員は原則として、接客を行わず、券売機、改札機の管理、集計業務などのみ、営業上は無人駅扱いとしている。また、 倉吉駅、鳥取県倉吉市では、緑の窓口を存除した上で、保管のために緑の券売機プラスを設置して、窓口閉鎖時間を拡大した上でその間は、緑の券売機プラスの使用を案内している。以下は、緑の券売機プラスのみ、緑の券売機や、緑の受け取り機でも、乗車券のみの購入が可能で、ただし、 券売機のメガボルト10型と受取機のメガボルト40型は新幹線停車駅とその周辺への駅を目的駅とする乗車券のみ現金の他クレジットカードも利用できる。ただし受取機ではクレジット決済のみ普通、快速列車のみ利用のメニューの場合は本日分の購入駅発の乗車券に限られているが乗車経路に 新幹線や在来線特急の停車駅を含む場合は、主に新幹線のみ、利用や在来線特急、新幹線等を利用のメニューから、前売り分や、待駅発着の乗車券の購入は可能である。また、時刻検索から切符購入を利用すれば、普通列車のみでも、購入駅発の前売り乗車券が購入可能である。なお、新幹線停車駅で構内にあるものは、 その駅までの乗車券を挿入しないと購入できないようになっている特急券のみ購入する場合を除く。導入駅については JR お出かけネット内の切符受け取り駅一覧で調べることができる。なお、サイト内には緑の券売機が設置されている駅を四角い券アイコンで表示している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。